はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。ダークソウルです。よろしくお願いします。燃えてるー！危ない！とりあえず飲んで。あ！うわぁ！うわぁ！生き残ったのか。俺は生き残ったようだ。危ねえ。危ねえけど、ガチで走ってくるでしょ？握手会。来ないでやんの、マジムカつく。マジでムカつくわ。でもこいつはね、退けていける。行こうと思えば多分ね。悪いけど俺を放っておいてくれ。で、ここなんですけど、俺のこと当選簿知ってきたやつ、前回の動画見返して分かったんですよ。ここ階段あるって、ね、ここには通り道がある。やっべえ、そうだ、そんなこったろうとは思ってませんでした。すいません。熱烈。さらば。こっちは階段はなさそうか。やつも追っては来なさそうだ。それはいいんだけど、これはまずいよな。握手会場、今回ちょっと握手会場多くねすか。宝箱が一つ二つ三つ。ああ、ありがとうございます。なんでここは、なんなの、巨人ヨームの根城なんですか。てか俺、エルドリッチと戦いに来たんじゃないの？エルドリッチいなくなっちゃったんですけど。おらー、何がヨウムじゃ、座ってんだけど。そっか、王者の本格ってことですね。ふざけたやつだぜ、まったくよ。さあ、今度はこの柱全部壊しましょうか。戯れにな。こんなにダメージ通らないのはね、やっぱりおかしい。おかしいっていうか、まあ打撃、じゃないのかなっていう感じですかね。危ない、追ってない、ダメージ追ってないよ。投げないでね、そのナタ投げないでね、もう死んじゃうから。ナタ投げられたらさすがに俺もゲーム終わっちゃうからさ。あそこのね、左のね、アイテム気になるんですわね。えソニックブームとかさ、絶対出さないでよ。死ぬからね、それやったら。ストームルーラー、あ、ストームルーラー、ありがとう。 OK。 ストームルーラーってあれですね、デモンズソウルにあったすげえすげえすげえ力が出るイベント用武器ですね。風の力をその身にやーぶー宿せるっていうとんでも武器。なんだよ、怒ってんじゃねえよ。怒りたいのはこっちだよ、本当に。そのストームルーラー、あっ、うわっ、ちょっと装備してみましょうか。もしかしたらこのストームルーラーじゃないと使えないのかもしれない。ちなみにそれはですね、そのボス戦というかイベントが終わったらもうゴミだった気がしますが。これ何？鬼打ちの大矢。こんなのいつ持ってた？大弓でしか撃つことができない。こんなの持っててもしょうがないね。ストームルーラーどこにある？あ、ちゃんと使える。すごい。けど何？あ、嵐の王。詳しく。巨人殺しの意味を持つ体験。折れた刀身。折れちゃってんの？今でも嵐の力を宿し、巨人を地に打ち倒すという、これでござる。巨人ヨウムはそれを2本持っていた。え？まあ、デモンズソウル多分周回すると、たくさんソウルが手に入んなったっけな、あれ。1本は彼を信じぬ人々に与えられた。もう1本は牧野王となる、その前に、一人の友人、共に託された。へえ。戦技は嵐の王。
構えによりその嵐をその剣にまとわせる、その進化は巨人を前にした時に分かるだろう。イベント武器ですねきっと。あれ俺ってん、俺ってないように見えるけど、ちなみに何が必要なの。必要能力値ない。必要 FP20 って書いてあった。あ、まと、え、まとい続けている。そしてっていう感じ。ああ、なんか可愛い感じの風をまとっている。じゃあこれでもって体験、体験なんだ。まあ一応標準で補正は DD だから何にもなくて160、200、まあ特殊なものなんでしょう。これでもってあの巨人を打ち崩すというか、あの巨人系はじゃあこのストームルーラーさえあれば蹂躙できるってこと？あぶね。よいしょ。あ、当たらないよ。まあ、ギリギリ当たってるんですけど、ね、いつも。よし、飲んで飲んで。飲んで飲んで。オッケー。最高。さすがに FP それ自体は多少はありますからね。ちなみに、ゴーレムちゃんたち、あれには当然、気化、あー、ずし！ちょ、追ってこないでよ。待ってよ。ごめんなさい。おう、ヨーム。久しぶりだな。2、3分ぶりだぜ。ぶっ飛ばしてやるよ。普通に振ればいいのかな？ほい。うえぇ！危ない。ロックして、ロックし続けて。うわ、後ろ向いて。57。見えない見えない、まとって、ふん、うえ、あ、おお、食らってない食らってない食らってない、俺食らってないよ。あいね、その戦技やめろ、強いから。あー、危ない。あー、外れた。当たらない。ちょっと待って、俺のストームルーラーが当たらないよ、敵に。それは考えてなかったな。当てられないか。俺自身の技量が足りない。技術上げなきゃダメかな。え、っていうか、ちょっと待って。なんかもう、あ、何？これか？あー。弱攻撃だと、まあ、今の横振りで、強攻撃だと、突き攻撃になると。あー。で、まあ、この辺の振りはあんま変わらないと。これ、チョン押しと？あー、多少違うのかな。一応、動きはするんだよね。あ？で、あ！これでござる。え、何が違うのこれ。なんか、ボフってなってね。溜めて、で、こうか。え？でもさ、これまっすぐっていうかさ、飛んでってなくね？風。大丈夫か？いろいろね、風にまつわるセリフとかありますけど、そんなのね、放つ前に俺ぶちのめされるんで、ね、なんだろう、俺が求めた力だよね。あの巨人ヨウムって。俺が求め続けた力の体現が、あの巨人ヨウムの姿なんだけど。その力に、その、この風の力で勝てるっていうのか。本当か？だ、まず死ぬほど、死ぬほど溜めないとダメなんだね。はい。入って。もうここから止める。そして風の力を得て。え、頼むぜ。飛んでってくれよ、この風。ターゲットはいくつかある。吹きすさめ。当たったけど、当たってんじゃん。あ、回復したい。もう一回。
そしてスタミナ回復しねえでやんの俺。もう一回溜めて込んでくれ。間に合わない。間に合わない。攻撃が間に合わない。そしてその攻撃大丈夫なんだ俺。あ、溜まってる。これ溜まってんじゃん。振りが早すぎる。俺生きてる。当たってない。なんで俺生きてんの。助かる。もう一回溜めて。俺はどこにいる。それやめろよな。それ強えからよ。間に合わない。死んだんじゃないの。死にましたね。なんだか知らないけど HP1 残ってんのかな。バグってんのか 1残ってんのか知らないけど、死なないなら死なないでそれでいい。となるとどうする。炎宝石ではなく、なんかもっとすげえやつ。戦技の HP 減らしてもしょうがねえからな。あ、こういう時にね、赤涙とかさあると。ウォークライ、ウォークライ、いやー難しいかな。でもソムルーラー をぶち込むしかないけど、結局どうぶち込めばいいんだっていう話になってくるのか今度。あー、そう、あ、ごめんなさい。ストームルーラーつけてください。なんかいい指輪はないものか。エストの回復、出血、炎カット率、魔力。これ魔術威力なのかな。ちょっと見せてみ、もう一回ストームルーラー。魔力、魔力ちょっと比べるか。変わんねえな。あんまり、なんだったらグレートアクスの方が魔力あるんだけどっていう。あ、これカット率か。物理しかなくねえか。単純にあの風の力ね、むせぶむせびなく俺の風の力がだけですよね。これ魔法じゃないよね。だって、あ、ごめんなさい。別にこれあの弱攻撃でも構わないですね。で打った後はすぐ回復はしないんだよね。どうしよっかな。何にもねえんだよな結局。これつけてるもんね。これか。 HP が最大の時に、なんだ、あ、これを先手で打ち込んでだな。これ先手で打ち込みの若干敵がヒルミーノくらいしかないよな。なんかウォークライこれ反応するのかな。この字で、あ、なんかある。鬼打ちの大弓。あー、これか。気をつけて。そろそろ飛んでくる。うわー、ずし。大丈夫。走って。ウォークライ効くのかな。ウォークライさらにこれで一撃を叩き込めば、まあ、死ななきゃ死なないよねっていう。え、俺さ、ちなみにさ、ここの時点で溜め込めないの？あ、溜め込んでるんじゃねえの俺。もしかしてこれ。入れる？あ、入れんじゃん。ほら。次だ。お前にぴったりの攻撃を用意してやる。くらいやがれ！俺が食らってんだけど。この剣さ、ゴーゴーうるさいんすよね。ずーっと困ったことに。
もう一度だ。さあ行くぞ。これは避ける。クライヤーが、あれ、おパパパワーが、パワーが、あーぶれ、もう構える、はい、クライヤーが、あれ当たってんの参っちゃったな。もう一回構えて、いくよ、ほい、あーそれ強いよ、危ない、生きてない、ちょっと待ってよ、俺の攻撃がさ敵に当たんねえの、ちょっとなんとかしてほしいんだけど、ロックしないとそのなんか飛んでかない、見えない飛び道具が飛んでってんのかな、それが分かってないことには俺打ち込めねえんだけど、マジで悔しいわ。構え、一回構える必要があるのかな、多分そうだよね。まず避ける、見えない、見えないけど適当に、あーその戦技が強いんだよね、あー危ない、く間に合わない、俺の攻撃が間に合わない。ちなみにさ、じゃあもうここでね、ちょっと一回試し打ちしてみましょう。あーちぇちょっとこれ溜め込んでさ、そう、あいつに言おう、ちょっと試し切りしてみようぜ。まあ、巨人にしか効かないから、奴には効かないと思うんですけど、それでもさ、危ねえ。食らってる？見えない。それでも、あ、そんなやっぱ効かねえんだ。一生遅れたダメージが与えられない。当てるからな、何回当てりゃいいんだ、4回か5回か、いくらでも当てるけどさ、当てさせてくれ、せめて。当たってない、触れてない、これは危ない、ここでどうですか、ちょっと振る、あ、振れないんだ、スタミナが疲れちゃって、あいつ何回、 1,2,3,4 回、4回くらい振ればいけるか、でも必ずこう体力をちょっとずつちょっとずつしか削れる、ね、削れないので、必ず敵がね強くなるタイミングが合っちゃうんだよね。だから炎をまとう薪の王らしくね、やっぱ炎をまとってる。俺は、あ、そうか、俺薪の王じゃねえんだ、別に。俺はその炎を持たない、なんかゴミみたいなね、燃えないゴミですね。でも灰なんだからさ、もう燃えた後ってことなのかな？薪はね、ずっと燃えてるからさ、そんな、その、身内じゃない。うち、熱っ。うちに炎をまとってる。だから炎属性でいいんだろうけどさ。薪でもさ、薪の炎って別に暗黒タイプじゃないですよね、きっと。割とどっちかっていうとライトサイドな炎っぽいので、ダークファイガーとかじゃないんだ。あぶれ、まあ、つまんねえこと言ってないで、きちんと当てましょう。そう、隙はいくらでもある。よいしょ、はい、よし、隙はいくらでもあるでも俺の時間はないんだよし、行こう、ゆっくりゆっくりやってよ、ゆっくり、よいしょ、ほい、あ、当たらなかった、当たらなかったけど、敵も大丈夫か、よいしょ、まだ溜めるところから始めよう、止まった、よいしょ、はい、当たった、一回振ってくれ、当たらなかった、
か溜めるところから。危ない。溜めて。危ないよ。溜まってる？溜まってない。うわ、危ない。溜まった。よいしょ。はい。よいしょ。で、すごく強い。すごい強い。で、もう一回俺か。よし。ほら。もうお前。あ、復帰早い。それは外に逃げる。もう一回うちに、あー飲んで食べてくれ。危ない。溜まってる。溜まった。よし、撃たしてもらっていいですか。撃ってくれ。敵が見えない。敵の場所が見えない。俺が振ってんのかもわからない。エストはね、そんなにもう回復する間も暇もねないんで、ここでねガンガン飲んじゃっても全然いいでしょう。半分くらい飲んでも問題ないです。ここで溜めてもいいんですけど、うるさいんですよストームルーラー。だからここで溜めて少しでもね、小さくやっていきたい。さあ行くよ。はい。ああ振らない。これなんか振らないんだよな、この人。間に合わない。なんかさ、そのやるときとやらないときがあるのは何なんだろう。そのさっき83色やってないのは、あれはさ、多分触れてないんだよね。振ってんのかな。溜めました。で、離しました。溜めました。打てるよね。打ててますよね。で、おまけにさ、この段階だとさ、あ、ちなみに、さすがに継続してないか。なんかさ、その、ヨーム、巨人ヨームに当たったときはさ、ちょっと、余裕持ってさ、こいつインターバル取ってんだけど、スタミナがね、回復しないんですよ、なぜか。すごい、なんか おかしくないか、これ。空振りするとさ、すぐ振り直せるってこと？あ、振り直せってか、ため直しができる。あいつさ、攻撃当たった時、あいつとかこいつなんだけどさ、俺、当たった時はさ、勝ち誇っちゃってさ、ためを怠るんですよね。完全に、完全になんか慢心してるんだよね。余裕ないからね、こっち。すいません、ヨムさんね。毎回椅子座らせてもらってね、申し訳ないけど、もうちょっと俺に付き合ってくれ。よいしょ。はい、構えたよ。行くよ。あー、それダメ。構えなかった。当たってない。あ、死んでるか。いやー、きついな。時間がない。まさに余計で、とりあえず適当に叩き込む。で、ソウルは返してもらう。ゼロですけどね。で、後ろに吹っ飛ばされるような感じの方がいいですよね。溜める。溜まる。ポイント溜まる。後ろ向いて振る。ああ、振れなかった。83。これは何か
ちゃんと入ったってことになってるんですかね。とりあえず振る、で溜める、溜まる、打つ、でそこから、そこから溜める、うわっやろう、かっこいい、当たってない、それは当たってないから、そこは当たって 1,2,3 でしょ、 4,5,5,8 か、5,8、あのさ、ミリ残ったらどうしよう、もう泣くわ、ミリ残ったらもう諦めマックスかな、はあ、これ持ったら45だもんな、無理だよな、これなんで大弓ダメなの、技量が足りないのかな、これ技量ですね、あ、筋肉よりも技量が必要なんだ、はあ、装備重量、うん、少ないほど最大 HP、 ミリ残り結構ね、やっぱ重要なんで、 ミリで残ればそれでいいしね、バグ臭いんですけどね、ちょっと。で、だいぶ24分くらいやってるんで、もうあと4分、24分、そうね、30、やっぱ2、3分なんすよね、なんかイメージとしてさ、34とか5になるとちょっと長いかなっていうね、自分の中でなんか出てきてしまうので、まあ、ただ装備重量をもっと、指輪を外せばもっと軽くなるんで、たった 0. 何パー軽くなってどれだけね上がるかっていうのもちょっと怪しいもんですけれど、それでもなお飽くなき、ね、装備重量への挑戦はしたい、これないよね、この俺もね、左手には炎をまといたい、まあ、消えちゃうんですけどね、大かけらでさ強くなってる場合じゃねえんだよな、それともストームローラーを強くするか、少し強くなるんだったらね、重厚なストームルーラーになった途端にさ、ダメージ入んなくなったらすげえ困っちゃうんだよね、でも。溜められる？それ当たってないよね、これ当たってないね。もしかしてこれスタミナ依存だったりするのかな？危ない。とりあえずローキックですかね、足元にやっぱ叩き込むしか俺ね、できないんで。よいしょ。スタミナ依存っていうわけでもないんだな、それ当たってないね、俺当たってない、うわ、後ろが安全かどうか知らねえけどさ、そうじゃなかった、見えてない、何にも見えない、危なかった、たまらない、いつまで溜めないんだ俺は、よいしょ、それ当たってないよ、当たってない、あー当たらない、生きてる、ダメでした、だいたい貯める時間っていうのが5秒くらいなんですよね、だからちゃんと自分でまあ数えてあげればいいかな、もう押した瞬間から1,2,3,4,4秒くらいで貯まるか、押した瞬間から1,2,3,4,4じゃやっぱ貯まんないな、やっぱ 5秒欲しいよね、4.5 秒くらい欲しいですね、 4.5 秒でね、短いように見えるけど実際はそうだよな、戦ってる最中で 4.5 秒でしょ、遅すぎるよね、ねえ、やっぱ一撃必殺の世の中で戦ってると4秒は遅すぎるよね、
フレーム換算したら何フレームだっていう。1秒がだって60フレームでしょ。ってことは45倍すんの2400フレームぐらいか。バカがバレるからな、やめた方がいいぞ。とりあえず溜め込んで、これでも打てるはずなんだよね、ちゃんと。それは大丈夫なはずだ、担保されてるから。はいはい、構えて、うつ、構えて、1、2、3。あー、これ溜め直しになるのかな。そうすると1、2、3。危ないよ、これは危ないな。多分ため直しなんだろうな。ちょっと信用、自分が信用でいい。1、2、3、4で、たまった、打った、1、2、3、4。よし、危ない危ない、もう一回、1、2、3、4。危ない、よしよし、たまったぞ。振るのにさ、あ、危ない、これ危ない。1、2、分割しよう、分割、押し払いは分割でお願いします。2、3、4.5。たまった。俺どこにいんの、お願い、これで終わってくれ。あー、強かったよ、ストームルーラー。筋力だ、筋力を上げなければ。ちょっと待って、俺ソウル ATU。 よし、十分だ。